今日は1月17日でございます。時間にして6時19分相場解説は週が変わりましたので週足から見ていくことになります。ご覧いただいているのが週足ですけども、ずいぶん懐かしい話になりますけども、ここにエリオット波動が見えているよって言って、実際にエリオット波動が完成したのを覚えてますかね。で、その後推進波がエリオット波動の頭を抜いて、その後エリオット波動の特徴と同じように底をね抜けたら、どん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 上昇していく流れが見えてきましたよね。だからエリオット波動の効果っていうのは全ての時間軸で言えますんで、これよく覚えておいてくださいね。これに基づいて私はまだチャートは右肩上がり、まあ悪い円安だと思いますけどもね。一時期116円まで行きましたけども、これ120円ぐらいまで迫っちゃうと、さすがに日銀の介入があるんじゃないかなと思います。はい、次はですね、日足です。いつもご覧いただいているのが日足ですけども、私が思ったのはですね、ここですね、ここをブレイクして下の方にのめり込むと、さらに下の方を深掘りしていくんじゃないかなと思ったんですよ。で、全体的には右肩上がりなんですけども、難しいのは右肩上がりの中でね、下に行くっていう判断が買い足でされた時に、じゃあどの程度行くのかなってことなんですよ。私は結論付けたのはここまで下に行くんじゃないかなって感じるところなんですけども、さらに難しいのが今これ形成中ですけども、陽線が出てますよね。陽線が出てるんだけども、下に向かう途中で陽線が出ていて、しかもその陽線は上に行くことを暗示させるこの下髭なんですよ。下髭が圧倒的に長いと。だから今日これ日足を見てますけども、この日足明日になるとね、より方向性が分かるんで、もうちょっと日足に関しましては様子を見ないとどっちに向かっていくのかってことが測れないですよね。ただ前提としては右肩上がりですから、迷った時は倍の方に行くんじゃないかなっていう判断になってきます。さあ、そこで1時間4時間と見ていくんですけども、まずは4時間です。4時間を見た時に、これ右肩上がりなのか、それとも右肩下がりなのか、判断つきますか、ね、判断つきませんよね。これね、私はね、横ばいだと感じてます。横ばいっていうのが、上がった分だけ戻ってきてるからなんですよ。だから横ばいかなと思います。ただ最後の方見てるとちょっと上がってるでしょ。だからやっぱり右肩上がりに分があるんじゃないかなっていうふうに考えながら次の1時間を見ることになるんですよね。けど反面ね、反面ですよ、まあちょっと気になるのがこの力点なんですよね。この力点に反応してズボンって上がるのかなと、全体的に N を描くようにね、上がっていくのかなって感じるところもあるんですよ。さあ、それを前提に 1時間を見ていきます。全体的にはやっぱり右肩上がりのあらゆる時間軸のある中で、1時間だけは圧倒的に右肩下がりでしょ。だから判断が難しいんですよ。難しいということはエントリーポイントは見出せませんってことですよね。はい、じゃあ今日の結論です。難しいんで分かりませんと。分からないからさらなる検討を続ける、それでいいわけですよ。分からなければ分からない。じゃあ分からないところがどこなのかってことを捉える。今回の分からない原因は、全体的には右肩上がりなんだけども、自分がエントリーしている1時間は右肩下がりだから難しいということなんですよ。だから自分の弱点が分かりますし、じゃあこれを克服するのかっていうと、私は克服しません。これが分からなくても勝てているからなんですよ。で、今回は難しいことを何とかするよりも簡単なところを取っていくってスタンスを考えた時にね、私のやり方はそうですから、簡単なところだけを狙い撃ちしてるわけなんですよ。ですので今回は月曜日から検討する材料なしということになります。せめて1日見てね、日足が固まった時に新しい判断が下せると思いますので、今日は1日中チラチラ見に来るだけ、そんな月曜日にしようかと思います。それでは本日は以上です。